小川剛太郎6月9日から1945年4月1日は、大正、昭和期の日本の財政学者、政治家、京都帝国大学教授、拓殖大学学館、衆議院議員、商工大臣、鉄道大臣などを歴任。十三味組一等法学博士。明治9年6月9日、岡山県浅口郡里省庁で、村山菊蔵の長男として生まれる。 岡山県医局長で医師の小川智明の養子となり、岡山中学、海星中学、旧西第一高等学校を経て、1900年東京帝国大学に入学。1903年東京帝国大学法科、大学政治学科を主席で卒業して、大倉省に入省する。翌1904年新設されたばかりの京都、帝国大学経済学部に迎えられた。 財政学研究のためヨーロッパに6年間にわたり、ドイツ、オーストリアなどで学んだ。基調後は、京都帝国大学教授、同大経済学部長を歴任。1917年には、法学博士号を授与された。1917年に、京都帝大在職のまま、京都市から第13回衆議院議員総選挙に立候補し、当選する。以後、当選8回。 1924年には京都帝大を辞して拓殖大学の学館に就任。また拓殖大学で教鞭も取った。政治家としては当初は新政会に所属し、後に声優本島の決闘に参加した。声優本島では政務調査会長を務める。声優本島と県政会が合同して立憲民政党が決闘されたのに伴い、 民政党に入党し、民政党岡山県支部長、民政党政務調査会長。1929年成立の浜口内閣で、大倉政務次官に任命される。1936年、広田内閣の商工大臣。1940年、第2次、この絵内閣の鉄道大臣を歴任した。第2次世界大戦中の1943年。 大政翼3会の総務、ビルマのバーモー政権の最高顧問として同国に赴任し、財政再建に当たった。1945年4月1日、帰国途上、乗船していた、可客船、アワマルが、東、シナ海で、アメリカ海軍の潜水艦によって撃沈されて、死去、70歳だった。監視を良くした。ありがとうございます。